やっておりました池田智子と申します。今日は、先輩のために応援に参りましたけれども、難しくて朝倉先輩の演説よくわかりません。船橋の方々はさすが頭がいいなと思って先ほどから聞いてまいりました。こちらに朝倉先輩の資料がありますが、理系の視点で姿勢に提言を、そして中書いてあることも大変難しいです、ここにある著書も年齢にクラス編成か異年齢クラス編成か、それからナイチンゲールは私はよく知ってるんですけど、安保権確率の意義、図形の証明、難しいです。皆さん勉強の本たくさん書いてます。で、それよりも皆さんに届くのはですね、よく見てください。そのチラシの中ですね、開いたところに泉房穂明石市長、名物明石市長ですね、一緒に写ってる写真があります。明石の泉房穂さんと大体同じだと思ってください。実はですね、朝倉先輩とてもこの冷静に頭脳明晰で頭の良い演説を粛々とされていますけれども、実は応援部というのはですね、奉仕と犠牲の精神を、その精神力をですね、鍛えるために過酷なといいますか、ほとんど理不尽なトレーニングをたくさんさせられます。それに4年間も耐えてきたこの精神力ですね。そして、東大の寮長として明石市長、明石市を立て直して、子育て日本一の市に導いた泉房穂市長と同じそこの流れを組む後輩でございます。直属の後輩です。実はこのように、非常に胆力があり、気力があり、精神力がある、人のための奉仕と犠牲のために、自らを顧みず、私利私欲は全くありません。全くなく人のために尽くすこの精神力を大学の時ずっと鍛えてきました。そこを私はですね、アピールしたい。朝倉先輩のこの難しい、小難しいですね、演説だとよく分かりません、伝わりません。でも私が皆さんに訴えたいことは、イケイケどんどん誰が何と言おうが行くんだ。